ます。じゃあその、はい、あれをこんにちは、バタバタしてます。はい、こんにちは。ね、今日は井上お花さん。はい。お花っていうのはちょうどハワイ語で、ハワイ語でよろしいんですか？聞いてね。そうですね。ハワイ語です。ハワイ語です。はい、ハワイ語で、ファミリー。そうです。英語で言うと、英語で言うと家族、家族です。家族、仲間、身内と言っています。あ、なるほど。だから、まあ、二人で、基本的には二人ですけども。そうですね。私たち、二人中心で、まあ、各地のお花、仲間たちと、その都度演奏するという形ですね。あ、そうですか。ね、じゃあその曲ちょっと、そうですね、今ちょっとね、いろいろ用意する間に、はい、はい、じゃあ一曲目、ね、はい、ミニさん紹介、ご紹介いただいてよろしいですか？ケシ、じゃあケシ、はい、じゃあ、ケニーの、ケニーの上ギターボイスから、はい、一曲お送りしたいと思います。はい、タイム。すみません、でベストポジションをごめんなさい、ね、始まりまでですか。うん、ちょっときついですか？大丈夫ですか？多分あ、あれだったらこれ、これあれしちゃうから大丈夫ですよ、全然 OK です、うん、あ、ほんと、はい、あ、拾っていただける、うん、拾ってます、はい、うん、ありがとう。宇宙さんはいつから割とこの俺は最後これ曲だから、ケニーの方がどっちかといえば、うん、ね、ケニーが そんなギラーって大きいから、そこら辺大きいから大丈夫です。あ、大丈夫、うん、入ってない、普通にしてて大丈夫、多分聞こえづらいんだよね、俺ちょっとね、ちょっとごめん、ベースが、あ、そうか、そうか、で耳で聞こえる感じ、なんとちょっといい、オッケー、そうですね、まあ、ちょっとお話しして、うん、はい、で、2曲ぐらいやったらちょっとメール読ませてください、ええ、あー、すごい素敵、なんかこれも本当に井上お花の方に入る曲だったはずなのが、スタジオのオーナーが歌も入ってあるんですけど、いやこれインストの方がいいって言われて、そうなんでインストに急遽同時にリコーディングしてたので、エコーしてた、そのハワイのスタジオで、そうそうそう、はい、今溶岩の下のやつだですね、あ、そうそうなんですか、まあでも辛いね、ちょっと ねでも、まあ、オーナーは亡くなったってさっきおっしゃったけど、そうですね、その前にね、何年か、それは、まあ、奥さんも寿命で亡くなったのが、まあ、病気ですか、まあ、心臓だったね、心臓は、ハワイの方ですか、いや、まあ、もっともっとじゃないですけど、白人のメインランドです、あ、そうなんです、ウェストコストあたりです、へえ、ワフ島でね、うん、長いことスタジオやってて、そうなんですね、それでハワイ島にね、で僕たちとその出会って、あ、そう、うん、スッキリ行って通ったっていうね、あ、そう、うん、通ったと言ってもね、1年1回七夕みたいな、それで少しずつ食べ、取って食べた、なるほど、なるほど、じゃハワイ島のご出身なんですか？いや、もともとじゃないんですけれども、実は母は日本人なんです、うん、あ、そうなんですね、はい、父がアメリカ人で、はい、まあ、日本で生まれて、まあ、カリフォルニアと、まあ、小さい時からハワイが父が好き で両親が離婚して、あ、そうなん、まあ、アメリカと日本のちょうど真ん中なので、まあ、そこでいつも夏とか、ね、この話は今流れてるか、はい、今は流れてない、 YouTube で、あ、YouTube、 あ、なるほど、あ、両面でもう両面で、裏表もないんで YouTube は、うん、はい、はい、これモニター上げて大丈夫です、あ、すいません、ハワイ島って溶岩で真っ黒な感じがしますね。そうですね。海岸の近くで。多いですよね。
いですけど。でもみんなが行くところってオアフ島なんでしょ。まあ、一番多いところね。一番多いかもね。はい、なんかいい、ね、いい風感じました。なんかね、やっぱりあったかい、あったかい感じがするね。そうですか、ありがとうございます。ここはあの寒いから、ここは寒いって冬だから、日本は、ね。今日また特に寒いですよね。そうだね、そう言われてみるとそう。なんで子供たちがたくさん今ね、外でね、いらっしゃいますけれど。お二人で始めてからは何年なんですか？まあ、この井上花と名乗り出してからは、まあ、2010年ぐらいですね。2010年頃に、井上花でやろうというスタートさせました。あ、そうですか。それまではキャッシー&ケニー井上という名義で1枚アルバムを作ってるんですけど、ね、ずっとやりたかった井上花というそのプロジェクトね、とかやりだしたのが2010年です。その最初のアルバムっていうのは、あのやっぱりハワイで撮ったの？そう、それもそのハワイ、ね、ハワイのスタジオ。やっぱりこのシーベスのビデオですね。まあある意味お花、お花なんで。そう、そうですね。もうお花なんですけど、当時はまだお花と名乗ってなくて。名乗ってなくて。キャッシー&ケニーの上っていう。ああ、なるほどね。実はちょっと事情があって。事情があって。名乗りたかったんですけど、野暮な事情がありました。野暮ですね。ちょっと遅れたんですなるほど。ご苦労さんとかです。ね、ます。まあ今日はね、はい、あの生ライブで見ていただけるということで、ね、いいですね。非常に楽しみにしております。はい、で最後の曲は内海さん、一緒にやらせていただきます。はい、じゃあ、じゃあ お願いします。じゃあですね、一曲私たちのオリジナル曲をお送りします。はい。最近この世の中ですけど、どうぞ皆さん希望を捨てずに、はい、ね、気をしっかり持ってお進みください、はい、そしてですね、信頼できる方と愛を確認しながらお進みください。そしてチャンス逃さず笑顔を忘れずに、ね、笑う角でよく来たと申します笑顔のテーマの曲をお送りしますスマイル smiles, she smiles.
smile. It just makes me wanna smile. But when you cry, oh, it just makes me wanna cry. もう英語はじゃあ、あの、あれですけども、なんか雰囲気が、あ、本当、風を感じる。これはやっぱハワイの風ですかね。あ、そう、最近風邪ひいちゃったけど。風邪ひいちゃったよ。でもです、ありがたいですね。宮城の風を感じる。嬉しいですね。最高の褒め言葉、ね。これはいつ頃あのこのアルバムに入ってる。これ普通それが2010年ですね。これは2010年。2010年に、この曲キャスケスのスマイルと入れて、あ、そうですね。オリジナルアルバムを作りました。本当もうあの2人であのアルバム作り出してからはもう10年以上経ってる、そういうことになりますね。そうですね。そのあの、キャティン・ケニーの Voyage to Paradise っていう CD もありまして、その前にですね、あの海の幸という違うグループをやってて、その時からそのスタジオを使い始めたんですよ。でそれから、それの時に知り合ったわけではない。あ、その以前から知り合ってて、あのそれはあ、もっと前なんですけど、ね、あ、そうですか。え、結構、あの、実は、いや、なんで、まあ、とりあえず何言ってもいいだけど、今日住民票を持ってもらったんですけど、住民票、そうですね、あの、妻なんです。あ、そうですよね、そうですよ、ね、すいません。それは知ってますよ。まあ、でも、前から、あの、どこで出会ってね、まあ、もともとケニーがハワイとか好きだっていうのはなんとなく印象はあったんですよ。あ、なるほど。もともと縁があるっていうか好きで、この時からあの子供の時チコとサメという映画を見てからもう南の島にこう憧れてインプットされて、あ、すいません、あ、ごめんなさい、申し訳ない、すいません。で、なんだっけ、そうそう、で、海が好きで、ひいおじいちゃんも移民したりして、多くて亡くなったり、そういう縁もあるんですね。姉も嫁、マグに行ってとか、そういうのもあったんだけど、まあ、たまたま彼女も日本とアメリカ行ったり来たりの人で、で、ハワイって第二の故郷だったんですね。で、アメリカの家族、日本の家族、あの、会うのがハワイだと。ほうほう、ちょうど真ん中だから、だからもう子供の時からハワイが第二のふるさとみたいに育って、そういうことだったんですね。そうなんですよ。で、そういうこともあって僕も好きなんで、自然とこういうね、流れになって巡り合ったって感じですね。そうですね。最初に会ったのはどこで会ったの？最初実はですね、よくご存知の長須辰巳さんとのがおやりになってたキャットという店があって、あ、知ってる知ってる、そこで初めて会いました。
キャットって大昔だよね。そう、10年前ですね。誠なんかもいた、あれでしょ、うん、南林家の隣の南林家、そう、鶴間多分来たことなんじゃないかな。あ、キャット行きましたよね、やっぱりね、何回か行きました。あ、じゃあ日本でお知り合いになったんですね。たまたまその時帰ってきてたんですよ。メンバーを連れて帰ってきて、なんか実家に帰ってきたんですね。そこで出会って詩を作るって聞いたんで、じゃあ僕曲作るんで一緒にやりましょうよなんて話から、あの接近というか常に付き合って友達になって、でいろいろなっちゃったって、気がついたら現在にいたんですね。あ、自然ですね。そうですね、全ては自然の上。まあ私と向けにもナチュラル系ですから。いいですね。あ、そうですか。じゃあここでもう一曲。そうですか、お願いします。じゃあその私たちのアルバム、アイランドブレンドよりもう一曲をお送りします。ハワイの方と作りました曲で、うん、ちょっとメッセージソングとかちょっとあのこういい歌なんですけど、うん、タッチザさんという、タッチザさん、太陽のエネルギーをもっと人類に役に立ったらどんなにいいだろうっていう、なるほど、曲です。タッチザさん、はい。
swooning my pocket, but I can't catch them all. True colors, they're so pure and bright, shining like a star. High up in the sky, if I could just reach out and touch the power of the sun, then we could all line up and join us. Just reach out and touch the power of the sun, then we could all line up. っていう土地柄っていうか、うん、あれね、やっぱりあのゆったりしてるっていうか、うん、そうですね、ラバンドベースなんだね、基本的に、うん、もう時間の流れが違いますよ ね、 ね、時間の流れが違いますよね、うん、やっぱりもうアロハっていう、うん、ね、うん、皆さんご存知の挨拶の言葉だけでも、うんうんうん、挨拶もご挨拶もすごいもう愛を全て言えばあれアロハです。そうですね、さよならもアロハ、アロハでいいの。そうです、さよならもアロハウェイとさよならって言ってる、うん、あのケースは、うん、あ、そうなんですね。あ、なるほど、ちょっと質問していいですか。はい、アロハとマハロとどう違うんですか。マハロはありがとうって、サンキューって、ね、そうなん、ありがとうと、まあアロハが、まあ、こんにちはとさよならとか、うん、もういろいろ方言とかも愛してるとかもいろんな意味ですね、うんうん、で、あのハワイの人たちはその優しい気持ちをアロハスピリスと言いまして、はい、もう人を自然を愛し、自然と共に人を愛して、こう笑顔でっていうね、アロハスピリスって言うんですよ、それを。それが皆さん日本って、日本って忙しいよね。そうなんですよ、色がスプリッツ、色がスプリッツ、俺もどちらかというとあの海育ちのもんで、鎌倉なんだけど、ね、まあ、ハワイだし、ね、でもね、海辺はやっぱ違うの、どんなのプリッツ、ね、違うなと、ね、東京出てきた時にやっぱり、ね、イメージ変わりました。そうですね、なんで東京の人ってみんな急いでんだろう、ね、そうだね、いうふうに感じたんだよ ね、 ね、で、歩く速度も違ってて、そうね、変わったことね、そうそう、だハワイの人も割とゆったりしてるじゃないですか、ゆったりですね、ほんとゆったりですよね、はい、ね、うん、うん、でもまあいい、いい風が感じますね、いいですね、ほんと、チュミさんの前に多分初めて私演奏、うん、
あ、そう、そうかもしれない。いつもケニーとね、2人で、ね、は多いんですとか、ね、一緒にね、演奏したり、ね、ね、よくやってる、やってるんですけど、お二人でやるよ、まあ、ライブとか、近況とかあるんですか？あ、いい質問ですね。ちょうどいいかなと思って。実はですね、今度あの、もうすぐですね、1月20日に、うん、あの横浜のサムズアップで、はいはい、夜、あのアロハ新年会、アロハニューイヤーライブみたいな、ちょっとハワイ系の人が集まって、はい、マカラニさんとスラッキーギターの女性の前、それと、プップさんっていうですね、宇都宮から金尾平、金尾平軍ガイズのなんか一人いないのでちょっとガイズっていうのが聞きまして、あとサンっていう若い子なんだけど、すごくね、もうピュアな、もう海の飛行士みたいなね、みんなでなんかね盛り上がりたいと思います。僕らもイノさんってずっとイノさんも来ます。みんなあれですか、ハワイの、まあ、ハワイ関係というハワイ系ですけど、今回は直接ハワイやってない人もいれば、ね、スピリットだけハワイっていう人もいろいろですね。ああ、そうですか。今回僕らのドラムのイノさんって昔から70年間やってる人も3人でやるので、あ、本当、皆さんよかったら、ね、1月20日ですね、ぜひいらしてください、ね、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあこれちょっとメールを読んでみましょうか、ね、はい、ごめんなさい、はい、あ、まだ、すいません、あ、ありがとうございます。はい、じゃあ、北野ちゃん、こんにちは。うちみさみさん、こんにちは。北野です。いや、なんだか冬だっていうのに、あったかいですね。あったかい？まあ、私的には過ごしやすくていいんですが、まあ、変な感じですね。そんな中、先週からネギの出荷をし始めました。うん、ネギ、あの、送ってもらいました。はい、よかった。1キログラムの袋に詰めて、うん、泥ネギという姿で、横浜中央卸売市場市場へ持っていきます。うん、1袋180円という名がついていますので、うん、まずまずの高値だと思います。うん、おー、そうなんだ。たまには、何？大関のマグロのように、うん、初競りで大間ね、大間って書いてあるんですか、大間のマグロ、ごめんなさい、大間のマグロのように初競りで1億7000万ぐらいにならないかな、おネギでね、まあそんな感じの北郎です。ではでは、はい、ちくろさん、ちくろさん、ね、はい、メッセージこんにちは、ちくろです、はい、ただいま雨の中を川崎大師に、大使か、大使に向かっております、やっと厄除けできます年明け早々の仏事で気が遠くなりそうに忙しい、泣きそう、泣きそう、うん、湾岸トンネル抜けたら雨止んでる、よかった、ね、神奈川の方晴れてる、晴れてきました、もうこっちの方がそろそろ晴れてくそうな感じはしますけど ね、大使の出口こびこび、うん、今日はゆったりとできる曲かけたらぴったりじゃないですか、ほんと、ねえ、うん、オンタイムでタイムかからないみたいな、ね、ということで、うん、今日はゆったりとできる曲かけてください、うん、その通りになりました、はい、オンタイムで拝聴できるということになってことですね、うん、はい、あ、なんか近くにいそうなまた気がする、パパタッカさん、はいはい、こんにちは、うん、ちみさみさん、こんにちは、今日は井上お花さんがゲストですね、うん、そうですよ、昨年12月のサムズアップで行われた4人のギタリストライブ、個性あふれてとっても素敵なライブでしたね、そう、そしてケニーさんのトークがとっても好きな私まあそれはみんなそうですよ ね、 ね、なんか癒されてなんかね、ほっとするんですね、うん、やっぱりあれでしょうね、ハワイ系ですかね、ゆっくりですね、いい感じなんですよ、はい、優しいんだよ ね、 ね、そしてキャシーさん、ケニーさん、内海さんの生演奏もありますよ、はいはい、楽しみにしてます、はい、ありがとうございます、はい、じゃあブスカ、ブスカちゃん、はい、さて50年前のザ・ビートルズ、はい、ジョン・レノンがロンドンでリトグラフの個展を開いています、あ、うん、あ、今日ですかね、うん、ジョン・レノンはリバプール時代の美術学校へ通っていました、はい、うん、最初の奥さんのシンシアともここで知り合いました、ね、ジョンの頭の片隅には美術の芸術家として大成する夢はあったのでしょうか、うん、どうでしょうね、まあでもストーンズもそうだけど、うん、結構美術学校出身の方が多いんですね、うんうん、まあ、なんか関係あるのかどうかわかりませんけどね、ね、うん、おいらの考えとしては全然なく、うん、まだ将来なんて何も考えてなかったんですよ、うん、まあこの時代ね、16、17、18でね、うん、そうですね、そんなことはあんま考えてない、もし画家として人生を送った場合、うん、その絵が売れてなんぼの世界だと思います、はい、ゴッホみたく死んだ後に名が上がっても意味がない、まあ、切り捨てましたね、うん、そして、現在彼が描いたスケッチ程度の絵が100万円単位で
うん、貴重ないわれがあるものは1000万円単位で取引されています、うん、ね、文学家としてはどうでしょう、うんうん、誰が書いたメモや詩の断片でもやはり大金で売買されています、うん、金お金銭銭だけが人生ではありませんが、そうですね、その人の評価の一つの尺度になるのかもしれません、はい、なんか厳しいこと言われた気がするさて番組10周年の5月31日の記念ライブ、はい、やらせていただきます、うん、スケジュール帳にメモメモをしました。ありがとうございま す, います、うん、ね、おいらのメモが何年経とうと大金で取引されることはありませんが、うん、まあ ね, ねライブ楽しみですね、うん、エミーさんやのぼるさんとも久しぶりに絶対行きますよ、うん、はい、お待ちしてます、はい、どうもありがとうございます、ございます、ね、うん、じゃあまあとりあえずね、はい、今度の20日ですか。そうです ね, そ, うですね、それはサムズアップです。サムズアップです。近場で言いますと、ね、ハワイ系の、うん、ハワイ系とタイトルは何かあるんですか。タイトルはですね、2020、うん、ハッピーニューイヤーパーティーアロハ新年会長いですね。すみません、なんか確かにです。だいたいそんなアロハ2020年あ、そうですか。ハッピーニューイヤー、あ、そうですか。そのなんか言っていただければ勝手な感じありがとうございますので。なるほど、ね、すみません。あとですね、東京も東京やりましたね。18日にも水道橋ビバーチェという、ね、日本にあるイタリアレストランで向かい側にある場所なんです。ジョイスと音楽のあのご飯とワイン食べ放題ぐらいで音楽がついて、うん、6000っていう、うん、やってます、ね、うん、あ、ディナーショーですね。そうですね、ディナーショーですね。音楽好きのマスターいまして、うんうん、食べて名物シェフがいて、あ、そうですね。あ、まあそのシェフが音楽好きなんだ、ね、うん、そう、音楽大好きなんですよ。あ、そうです、ね、もう日本の70年代、60年代大好きです。あ、そうですか、まあそれも楽しみですね。ぜひね、チェックしていただきたいと思います。はい、ね、さてお楽しみです。はい、じゃあ一曲、はい、一緒にやらせていただきます。一緒にの、はい、ジュミさんとラジオ生ライブですね。生ライブっていうか、まあそうですね。じゃあ曲は、あれですか、そうです、これはボブ・ディラン様の、そうですね、あの、ノーブレッショーで最近有名な、うん、ボブ・ディランさんのお筆になる曲です。いつかやがて解放されるだろうっていう歌ですね。はい。I shall be ready。3人一丸となって送り出す。わお。Must fall, oh yeah.
no, no. And all day long I hear him shout so loud, shouting out that he was praying. Oh yeah, I see my light come shining from the west down to the east. Any day now, any day now,気が合いますね。今日は、ね、井上お花で、井上お花っていうあのユニット名でよろしいんですか。そうですね。あのユニット名で僕二人でやるときはそうですね。それでもやる、まあ、僕はケニー井上で、うん、それでもやりますけど、二人のときは井上お花で。あ、そうですか。もう黒子のようにとしてとケニーっていうときもあれば、ね、うんうんうん、ね、まあ大体でもそうですね。分かりやすい時にキャッチャーのケニーっていう時もあります。その分かりこの状況分かりやすいかな。まあね、知ってる人がいる、ね、まあ、こだわらずにね、基本がそうですけど。あ、そうですか。ありがとう、いろいろ説明詳しくしていただきたい。とんでもございません。じゃあ最後に1曲 CD の方から聴いていただいて、あ、ありがとうございます、ね、お別れしたいと思います、はい、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。聞きながらね、お話を、うん、マハロー、皆さんハッピーニューイヤー。年齢が2020年になりますように、ね、そうだね。 All right、ね、God bless you all、はい、All right, we're much along. そうですね。You came along. あ、ですね。あなたは現れたという意味の歌ですね。沖縄でできた曲ですけど。沖縄の浜辺で作った曲です。あ、そうなんですか。今回の曲っては全部オリジナルですか。そうですね。まあ、ほとんどでも何曲か。ちょっと、ボブ・マーレさんの曲とかありますけど、ほとんどはオリジナルで頑張りました。二人でいつも作ってるの？そうですね。一人でお互いに別に作ったり、二人で作ったり、ね、その都度ですね。でもお互い助け合って感じで、意見を言いながら。そうですか。仲いいんです。いやいや。隣のか、ね、千葉が青く見える。でもね、いいですね。うちでリビングで二人で、ね、一人が歌えば一人が弾いた。便利な部分ありますよね。そうだね。そうですね。連絡がつきやすいってね。ああ、なるほどね。素晴らしい。そう言われてみるとね。いいですね。はい、うん、今ね、のぼるさんが写真を撮ってくれてますが、うん、ありがとうございます。じゃあキンキンはあれですね、キンキンは20日に、そうですね、サムズアップ、サムズアップ、そうです。その前に15日に18日ですね、水道橋のビバーチェ、ビバーチェというところですね。まあそれはじゃあイタリアですか。ホームページかなんかで見ていただけるか。そうですね。なんかよかったら皆さんのフェイスブックですね。あ、フェイスブックですか。なんか井上お花。お花っていうので。INOUE。キャスが中心になってやってますので。あ、そうです。井上お花。漢字の井上で、あのひらがなの。あ、カタカナ。カタカナで出ます。英語でも出ます。お花でも出てきますので。ぜひなんかね、リクエストと今日あの。
この番組見たとか、うん、メッセージ、ね、メッセージいただければ、うん、ぜひ繋がっていただければ、ね、情報繋いでいただければ、ね、情報見ていただいて、みんなお花ですね。そうですね、お花よかった。じゃあ、赤松、はい、どうも今日はありがとうございます。こちらこそ、あとで温かい動画撮らせてください。はい、どうもありがとうございます。しばしご休憩して、はい、はい、じゃあそのまま次のコーナーに行きましょう。これも、はい、あ、もう持ててください。ありがとう。ありがとうございました。よかった。仕事忘れて聞いちゃってすいません。